んじゃあ行きますか。感じるぞ。感じるぞ。暴いてやる。よし、こちらの先生だ。セリフだ。ちょっと待て。いただいてやる。おお、ジャーカークイーン。よろしく。まだ終わらないぞ。観念しな。これでとどめ。とどめ。どんなもんよ。よし。余裕だぜ。とどめだ。この力があれば。よし。よし、倒した。ほら、とっとと行くぞ、ジョーカー。引いたぜ。おっしゃ。さて、あれ、楽勝すぎた。おい、宝箱だぜ。早速開けてみようじゃないか。暴いてやる。怖い、怖いな。先生
属性が弱点だ。打ちまくれ。ジョーカーがクイーン。動くんじゃねえぞ。よし。感じるぞ。あいつか。暴いてやる。よし、こちらの先生だ。バトンタッチすれば弱点がつけるな。はい、わかった。バトンタッチとベルトだ。弱点が狙えるな。踊れっかな。敵撃破パンサー好きだ。ベルトだ。弱点が狙えるな。残り1。おっと、動くんじゃない。ガチでいくよ。これで終わりだ。トゲがあんの。余裕だぜ。研ぎ澄ませ。研ぎ澄ませ。よし、いけるぞ。暴いてやる。よし、こちらの先生だ。よし。うん、俺の敵じゃねえぜ。なあ、どこだ。うわっ、おっと。
は？帰るぞ。この辺は認知が薄い。よし、ここも使えそうだな。つけておこう。何かご用ですか？習字刑を執行する。さあ選べ。可もなく不可もなくといったところですか。引き継ぐ技能を選びなさい。新たな力を授かることを二人とも始めるのだ。強力な力を持っているな。やめるのですか？ジュスティーヌ、お前の担当だ。登録を本当にいいのですね。あなたの奇跡です。このペルソナですね。相応の代価は必要です。ではお持ちなさい。このペルソナを引き出すのですね。ではお持ちなさい。これこのペルソナを引き出すのです。ではお持ちなさい。習字刑を執行。さあ選べ。貴様に揃えられるのか。終わりですか。せいぜいあがけよ。あの先、どうやって進んだらいいの？どっかに仕掛けでもあんのか？
見当もつかねえ。我が輩の出番だな。モナ、怪しい場所に心当たりがあるといっても、この現実の屋敷の方にな。忘れたか、あの美術館はここなんだぜ。実は前に来た時に偵察してある。お前、あん時花からそのつもりで。その通りだ。暇だったからでしょ。でどこなんだそれ。2階の一番奥だ。不自然にごつい鍵がかかってた。鍵かけるってことは見られちゃまずいってことだよね。けど俺たちがこじ開けてるのはここじゃなくてパレスだぜ。扉をマダラメ本人の目の前で開けんなさ。要は扉は開けられないっていうマダラメの認知を変えるんだ。つまりマダラメの家のその扉を開けるとパレスのあれも一人でに開くってこと？なんかピンとこねえな。本当にできんのかよ。我が輩を信じろ。必ず開くはず。ジョーカーならわかるだろう。そうだけどよ。なんだよ、試す価値くらいあんだろう。けどやるとしても現実の方にもごつい鍵があるんでしょ。我が輩にかかればヘアピン一本で楽勝さ。でも多少はかかる。さすがにこじ開けるところから全部まだらめの前でこなすのは無理だ。ほんのちょっとの間目をそらしておいてくれる人がいたらな。つーか屋敷に入んのもどうやるかな。無理に入ったら今度こそ通報だし。何？やっぱヌードしかなくね。はあ？奇遇だぜリュウジ。同じこと考えてた。ふざけてんの？別にマジで脱げとは言ってねえよ。マダラメの家に怪しまれず入るにはそれが一番の口実だ。アンドノに一芝居打ってもらいたい。急に言われても。それにその鍵のかかってる場所私知らないよ。大丈夫、我が輩も同行する。けど実質私一人じゃん。最悪バレた時どうするの。パレスに逃げ込むとか。それ大丈夫なの？解決になってる？てか自信なさげに言わないでよ。私がおとりやるしかない。例えばほらあれ、あの、あないです。ちょっとユウスケを騙して部屋に連れて行かせてちゃちゃっと開けるだけじゃん。簡単に言って他に方法ないんじゃ。仕方ない、仕方ない、仕方ないか。ああもう！やるわよ、正義のためだもん。ほんと、なんとかしてよ。アンドノのためなら我が輩爪全部折れても引っかくのをやめない。頼んだぞモルガナ。ユウスケに気づかれんなよ。無理に脱がそうとしてきたらあの家ぶっ壊す。てかここまでやってパレス開かなかったら暴れるからね。どの道悪事の裏取りしようって流れだし無駄にはなんねえよ。よし早速明日な。明日？早い方がいいに決まってんだろ。え、でもそう北川くんがいいって言うかな。なの私明日じゃないと無理とかそんなんでよくね。
よし。うつだわ。頼むぜ。あ？いいぜ。本当に来てくれるなんて。連絡くれた時は嘘だと思った。ごめんね、急で。とんでもない。ただ昨日伝えた通り、今日は先生がもう 2,30 分もすると戻られる。その気を使わせてしまうかもしれないね。だから今日来たんだっつーの。何か？ううん、何でも。ところで少し太った？そう、体重変わってないんだけど、むくんでんのかな。じゃあとりあえずここで用意いいか。脱げばいいのね。頼む。恥ずかしいからあっち向いてて。芸術をやってるんだ。こっち見ちゃダメだからね。てか先生そろそろだよね。確かそのはず。そうねえ、
場所変えられない？もっと雰囲気いいとこの方がいいな。ここで十分な気が。鍵かかるとこのが良くない？鍵？女の子に言わせる気？あ、鍵のついた部屋なんて先生のところぐらいしか。じゃあそこ。無理だ、それは。大地、俺は鍵を持ってないし。やっぱないってよ。大丈夫だぜ、そのための我が輩だ、このヘアピンで。高牧さん、そろそろ。こんなに来てたのか。今日寒くない？そうかな。まあ確かに日も傾いてきたが。でしょ？だから他の場所がいいなって。だって脱ぐんだし。確かに。モデルの気分を盛り上げた方がいい絵になるか。そうそう、そういうこと。大胆な構図やポーズにも協力してもらえるかもしれないしな。ポーズ？あんたの演技、演技だぜ。もう早く、せっかくその気になってきたのに。待ってくれ、勝手なことをされると先生に。他の部屋はダメだと。ねえ、この部屋ダメなの？待ってくれって頼んだからね、モナ。あいつらマジで大丈夫か？演技で誘惑してみせるとかだいぶハードル高いこと言ってたけどよ。悪気配全然ねえぞ。もうすぐマダラメが帰ってくんだよな。つかよ、鍵をモナが開けられたとしてマダラメに見せるって難しくね？見せたとしても普通すぐ閉めんだろ。チャンスって一瞬しかなくね？ぶっちゃけこの作戦うまくいったら奇跡じゃね？俺だってそう思いてえけどよ。そろそろだな。ちょっといい加減に。この奥ってなーに？それはモルガナが言ってたのはこの先。ダメだと言ってるのに。わっさ、猫の手じゃやりづれ。どうかしたのか？あ、この部屋は古い絵の保管庫だ。保管庫？ねえ北川くん、この中でどう？誰にも絶対見つからない場所の方が私も恥ずかしくないし。ここは先生しか入れない。お願い、二人っきりになりたいの。静かなとこで誰にも邪魔されない感じのとこ。大丈夫か、その棒読み。シュシュして。伝わらないのがもどかしくて。北川くん、私みたいな女の子嫌い？そんなことは。聞いてる？マジか。いいでしょ、続きは中で。あ、ああ、いや、そこはダメなんだよ。
それに鍵が。じゃあもういい。恥ずかしいし、私帰る。そんな。じゃあここね、いいよね。困ったな。帰ったぞ。先生。ユウスケ。よし、開いた。そこで何をしている。これは違うんです。その中は何も起きねえ。状況どうなってん？あいつらマジでやりやがった。あーマジすげえよ。行こうぜ。感じるぞ。よっしゃ。悪いな。セキュリティを突破してきたのか。どうしてなるものか。マダラネ様のお膝元である。お前らなんて眼中にねえんだよ。ここでヘマしてアンにどやされる方がよっぽど怖いっての。まずいよ。電気、これ？これは。この絵、確か、さゆり？なんでこんな。俺に聞かれても。出て行け。先生、これは。見られてしまったのなら、もう黙ってはいられんな。実は借金を抱えている。このサユリは私自身が模写をして特別なルートで売ってもらっているんだ。どうして。本物のサユリは昔の弟子に盗まれてしまった。厳しくしすぎたことを恨んだのかもしれん。そのことがひどくショックでな。以来私はスランプに陥っている。苦悩から弟子の着想を譲ってもらったことがあるのも事実だ。このままではいかんと私は何度かサユリの再現を試みた。だが出来上がるのは所詮模写。そんな時その模写でいいから譲ってほしいという人が現れてな。全て私の責任だ。有名税というのを払いきれなかったのさ。期待され活動を広げていかねば多くの方々に迷惑がかかるようになった。
お前の才能を伸ばすにも金がいる。不甲斐ない死をどうか許してくれ。やめてください。なんか変。元の絵が盗まれたのにどうやって模写したの？画集用の精密な写真が残っていてね。写真のさらに模写が売れたの？よくわかんないけど、絵とか買う人ってそれなりに芸術わかる人なんじゃないの？嘘っぽいんだよね。お前に何がわかる？とにかく違和感があるってこと。アンダノ、これだけ何か違う。サユリ、これは本物のサユリ。さっき盗まれたって模写だ。いや、これは模写じゃない。この絵に支えられてここまでやってきたんです。まさか先生。それは偽物。そうだ、贋作だ。迷惑な贋作があると聞いて買い取ったのだ。本家が贋作を買ったっての？それ無理ありすぎでしょ。先生は嘘をついてる。さゆりの真実話してくれませんか？お前まで。警備会社に通報してやったわ。嘘。迷惑な三流記者対策のつもりだったが、飛んだところで役立ったわ。待ってください、話を。話なら警察でしてくるといい。お前も一緒にな、ユースケ。アンダロ、走るぞ。猫、どこから。無駄だ、2分と経たずに来るわい。竹巻さん。よっしゃ、行くか。よっしゃ。感じるぞ。よっしゃ。あいつらもうまく逃げてりゃいいけど。着ぐるみには見覚えがないが、何なんだここは。心の中よ、まだらめの。先生の心の中。高巻さん、悪いが気は確かかい？嘘じゃねえ、これが奴の本音なんだよ。欲望まみれの金の亡者ってこった。でたらめを言うな。北川君だって思ったでしょ、まだらめのことなんかおかしいって。それは信じたくないかもしれないけど、ここはまだらめが見ているもう一つの現実。
マダラメの本性なの。こんなおぞましい世界が、お前ら一体何なんだ。腐った悪党を改心させる集団ってとこか。確かにお前らの言うことが本当なら、俺の知る先生などどこにも。目覚ませって。だがそれでも10年置いてもらった恩義だけは消えない。許すってのかよ。このままじゃお前、うん、大丈夫？頭の理解に気持ちがついていかない。悪いがのんびりしていられないぜ。すんごい警戒されてる。さっさとずらかるぞ。うちは目の前だってのに。誰？嘘。ふざけた格好しやがって。王様の次は殿様かよ。ようこそマダラメ画伯の美術館へ。先生なのですか、その姿。最低。嘘ですよね。あんなに素晴らしい格好は演出だ。有名になってもあばら屋暮らし、別宅があるのだよ。女名義だがな。ははは、笑わせるな。なぜ盗まれたはずのさゆりが保管庫に。本物があるのに、なぜたくさんの模写を。聞かせてくれ。あなたが先生だというのなら。まだ気づかんのか、青2歳目。盗まれたなど私が流したデマだ。全部計算し尽くされた演出なのだよ。どういうことだ。例えばこんなのはどうだ。本物が見つかったが公にできない事情がある。特別価格で譲りたい。どうだこの特別感。俗人どもは大枚はたいて食いついてくる。そんな。絵の価値など所詮は思い込み。ならばこれも正当な経済行為だ。まあガキには想像できんだろうがな。さっきから金金金。道理でこんな気持ち悪い美術館ができるわけだぜ。てかあんた芸術家なんでしょ。盗作とか恥ずかしくないわけ。芸術など道具に過ぎぬわ。金と名声のためのな。お前にも稼がせてもらったぞ、ユウスケ。
ムカつくけどよ、あれがお前の師匠だ。なら、あなたの才能を信じている者は、天才画家と信じてきた人々は。これだけは言っておいてやる、ユースケ。この世界でやっていきたいのなら、私に歯向かわぬことだ。私に意を挟まれて出世できると思うか？こんな奴の世話になってきたとは。ただの善意で引き取ったとでも思っておったのか？有能な弟子を集め、着想を吸い上げれば、才能ある目障りな新芽も摘み取れる。着想をいただくなら、大人よりも言い返せん子供の将来を奪った方が楽だ。なんてことを。家畜は毛皮も肉も剥ぎ取って殺すだろうが、同じだバカ者め。喋り疲れたわい。そろそろ許せ。うん、許すものか。お前が誰だろうと。長年飼ってやったのに、結局は仇で返すか、クソガキめ。者ども、続行しますしろ。下がってて。面白い。え？事実は小説よりきなりか。北川君？そんなはずはないと。長い間俺は自分の瞳を曇らせてきた。人の心眼すら見抜けぬ節穴とは、まさに俺の眼だったか。ようやっと目が覚めたかい。真実から目を背ける貴様こそが何より無様なまがいも、たった今決別するのだな。ビザや契約ここに結ば。我は何時、何時は我。人世の美醜のまことのいろは、今度は貴様が教えてやるがいい。よかろう。来たれよ、小右衛門。絶景かな。まがいものとて、こうも並べば相関至極。悪の花は栄えども、醜悪俗悪は滅びる定め。おりゃすごいぞ。ふん、息が酔ってる。何も知らずに死んでる不がいいわ。貴様を親と慕った子供たち、将来を預けた弟子たち、一体何を踏みにじってきた。いくつの夢を金で売った。俺は貴様を絶対に許さない。ああ、任せろ。なだらめ様の御前である。図が高いぞ、侵入者ども。勉強させてもらったよ、まだらめ。心眼を見抜くには時に冷徹さがいること、心置きなく貴様を見定めさせてもらう。俺の五右衛門と共に。彼はもう一人の俺だ、五右衛門。いざ、敵がダウンした。我は何時、蹴散らせ、五右衛門。いざ、敵がダウンした。でも、いざ、敵がダウンした。我は何時、蹴
蹴散らせ、ゴエモン。いざ、敵がダウンした。無謀な攻撃はあるが、弱点も探さないとな。そこか。弱点は見当たらないな。ベルソナくらいな。オッケー、よし、パンサーが復帰。足腰が動かねえ。これで、あ、足腰が動かねえ。バザーの音がある。狙い通りというやつか。甘すぎりにしやる。これで終わりだ。レベルアップだ。よし、新技入手おめでとう。ユースケ、貴様はな、輝かしい未来をドブに捨てたんだ。貴様の絵描きへの道、あらゆる手を使って刈り取ってくれる。まだラメや。私に歯向かったことを一生かけて食いるがいい。待って。北川くん、なんて動かない。体力限界でしょ。無理されても足手まといだから。情けない。言うこと聞いとけって。本当はずっと前から気づいてたんでしょ。俺はそんなに僕年人じゃないさ。数年前から妙な連中が出入りするようになったし、盗作も日常茶飯事だったけど、そんなの認めたくないじゃないか。世話になった人がそんな。どうして北川君はマダラメのとこを出ていかなかったの。さゆりを書いた人だし、それに特別な恩義もある。育ててもらったからか。俺には父がいない。母親が一人で育ててくれたらしいが、その母も俺が三つの時事故で死んだ。その時俺は先生に拾われたんだ。母も生前先生の世話になっていたらしい。らしい？母のことも正直あまり覚えていない。だから先生を親と思って尽くしてきたつもりだったが、先生は変わってしまった。自分の原点であるさゆりまでもあんな風に。いろいろあったんだな。お前たちが盗作だのと言ってきた時、内心じゃ気づいていたんだ。だからこそ拒んでしまった。俺は逃げてたんだ。すまない。ああ、自分をごまかしてきたことと向き合う、そのきっかけをくれて感謝している。真面目すぎんだよお前。そんなんだから行き詰まっちまうんだよ。俺なんか元適当だぜ。本当そう。これからどうするんだ。わからない。まだらめが変わっちまったもんはもうしょうがねえけどよ、俺たちなら心を変えられんだ。野郎の罪を野郎自身に償わすことができる。そういえば改心がどうとか言ってたな。聞いたことねえか、心を盗む怪盗団の噂。まさか。
と、やべ、話は後だ、逃げるぞ。あれ、こんなもの着てきたか。今更かよ。説明は全部後、走って。なるほど。それでその体育教師は心が入れ替わったと。心を盗む怪盗、実在したとはな。いや、信じるさ。あんな世界を見た後だ。今さら常識に遠慮する気もない。それでお前たちは斑目先生、斑目を改心させるつもりってことか。俺も加えてくれ、怪盗団に。もっと早く現実を見ていればこうはならなかったのかもしれない。画家としての未来を奪われた多くの門下生のためにも俺が終わらせなければ。それが曲がりなりにも親だった男へのせめてもの礼儀だ。礼儀か。いいんじゃねえの、どうせまだらめやんだしよ。失敗すると廃人になるかもだぜ。防ぐ方法も分かっちゃいるが絶対はない。日掛けに話したよな。まだらめは美術界を牛耳る存在だ。あらゆる団体とコネクションを持っている。俺ごときが声を上げたってもみ消されるだけだ。やるしかない。北川君、取引成立だぜ。怪盗団の仲間が増えたね。よろしく、ユースケ。足引っ張んなよ。全処しよう。ああ、ご指導願おう。で、そういえば現実のまだらめどうなったかな。私とユースケ相当ヤバい状況だったけど。それならここへ来る前に連絡を取った。俺は高巻さんを追いかけていたことになってる。それと君らの説明通りシャドウとのことは本人は知らないようだ。あいつなんて。女子高生一人捕まえられないのかと警備会社に愚痴っていたよ。でも怒りが収まらないようで全員告訴してやると言っていた。相当警戒されてんぜ。それ告訴とか必死すぎでしょ。実はまだ何か隠してるとか。動くとしても個展を終えてからだろう。期間中に秋分が経つのは向こうが損だ。ムードの件が済んだと思ったらこれか。告訴を回避するにもその前に改心だな。やっぱり作戦期間は古典の会期中ってことだな。ところでこれは何だ。あ、猫だけど喋ってるの。文句あるのか。いや、そうじゃないが。なんで。ちょっと人とテンポ違うよね。この我が輩を書こうってのか。ちゃんと素材の良さを引き出せよ。うん、気やすく触んじゃ。黒あんみつを注文しようと思ってな。黒猫から連想したなこいつ。はあ、金を持ってこなかった。やっぱこの人変。
やるか。今日の箇所は答えてください。これだ。その通りです。なるほど。さてと。どれにします？どちらになさいますか？お越しくださいました。どうぞいらっしゃいませ。
あのね、やった、よし、あのね、あのね、よし、そうだ、帰ったか。書くか。よし。おお。今暇か。
ありがとうね。診察室にどうぞ。もしもし。
よし。皆さん、君、よし。またよろしく頼むよ。おい。そういえば知ってる？クエスチョン。よっ。
さて、お願いします。お疲れ様。おーい、帰るとするか。よし、帰るとするか。
あのさ、よし。説明しよう。おはよう。そういえば、そう、角田。